皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日は太ももや大天使の張り出し、さらにはお尻の無駄肉まで解消していく方法をご紹介していきます。もし自分の足の太さが遺伝だから仕方がない、これまでダイエットをしてきたのに足だけは痩せることができなかった、そんなお悩みをお持ちの方は、今日の体の仕組みをしっかりと理論から学んでエクササイズを行えば確実に足が細く変わっていきますから、ぜひ最後までご覧ください。まず太ももやお尻が太くなってしまう原因なんですが、これは内転筋の筋イブが使えていない、これが一番の原因です。どういうことかと言いますと、太ももにつながる内転筋群というのは、骨盤の近くにある筋イブと膝の近くについている円イブに分かれます。この中で現代人は骨盤の近くの筋イブがほとんど使えていないんです。そうするとどうなってしまうかというと、太ももの骨の膝に近い部分ばかり使いますから、膝はぐーっと近づく、でも筋イブが使えてないから筋イブの方は外側に張り出すような力が加わります。つまり立ってるだけで膝は内側、太ももは外側にずっと張り出す圧力がかかり続けるわけです。この状態で歩いたり運動をしたり立っていると、どん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 外側に張り出していくような感覚、なんとなくイメージわかりますよね。ですから大天使の張り出しだったり、お尻の無駄なお肉を解消したいという方は、まず内転筋群の筋イブをしっかりと締めること、これが大切なんです。しかし使えていない筋イブを今無理に使おうと思っても、代償運動といって、ぎゅっと膝を今一緒に近づけてみてください。膝のあたりに力が入ったり、もしくは太ももに力が入ったり、本来使うべき筋肉に代わって違う筋肉を代償的に代わりに使ってしまう癖が身についていますから、ただがむしゃらに内ももの筋肉をトレーニングしても改善してくれません。それどころか膝を近づけようとすればするほど、逆に太ももの付け根は外側に張り出す力が強くなっていくわけですから、鍛えれば鍛えるほど足の張りは強くなってしまいます。さらにこれ放置をしてしまうと、見た目の問題だけではなくて、骨盤底筋群と言われる内臓を下から支える筋肉にもつながっていますから、その筋肉が弱ってきます。すると尿漏れや胃下垂、さらには下腹のポッコリ、人によっては骨盤の歪みなど、さまざまな病気や不調につながってしまいますから、必ず改善をしておきましょう。ですから今日のエクササイズでは、骨盤底筋群や内転筋の筋イブといった体の中心部に近い筋肉を使うエクササイズを動画の一番最後に構成しています。ただし急にこのエクササイズをやってもなかなか効果が出にくい方非常に多いですから、前半ではちゃんと硬くなってしまった太ももやお尻の筋肉、このあたりをしっかりストレッチをしていくことによって、最後のエクササイズの効果が何倍にも跳ね上がっていきますから、ぜひウォーミングアップのストレッチから一緒に頑張っていきましょう。それではチェックからいきましょう。分厚く丸めたバスタオル、もしくは空気が入ったボール、弾力性のあるもの、どちらか準備をしてください。そしてこれ内ももに挟んだ状態でぎゅーっと内ももに力を入れてみましょう。潰していった時にどこに力が入りますか？膝の近くの内ももの筋肉やももの前あたりに力が入る方、この癖を直さないと、ウォーキングや運動すればするほど足が太くなったり太ももが張り出してしまいます。この感覚を覚えておいてもらって、エクササイズ後どれだけ足の力の入り具合が変わるかチェックをしていきましょう。はい、ではまずしっかりと足を引っ張ってもも前を伸ばしていきます。深呼吸をしましょう。体勢は横向きでも下向きでもどっちでもいいです。ももの前にしっかりと伸び感を感じてください。余裕があったら膝を後ろに引いて戻す、引いて戻す、はい、お腹がしっかり締めて腰が反らないように気をつけましょう。体勢ですね、横向きでも下向きでもどっちでもいいので、ここもも前の張ってるところがしっかりと伸びたらバッチリです。伸びてる感じがありますか？深呼吸忘れずに、目いっぱい長く吸ってゆっくり吐き切る。もう1センチ膝後ろに、よし、 OK。 今度反対側です。しっかりと膝を抱えて、膝が後ろです。ぎゅーっと引っ張って、もも前のストレッチ、はい、下の足は曲がってもいいです。バランス取りやすいようにしてください。はい、そして膝は後ろに引く、で腰が反ってこないように腰グッとお腹に力を入れて、はい、するとお腹も締まります。もも前のストレッチ、深呼吸忘れずに、鼻から吸ってゆっくり口からはーっと吐き切る。膝がもう1センチ後ろ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 、伸びが強く感じるとこまで、あー、まだ呼吸できますか？もう一つ深い呼吸です。伸びを強く感じて、あー、 OK。 今度は四つ這いのポジションです。こういう形ですね。はい、ちょっとね、腰を反って、はい、お尻を後ろに引きます。目いっぱい息を吐いて吸って、吐いて吸って、
ヒップヒンジ、これ股関節を使うエクササイズです。特にももの張り出しだったりお尻のこの胸肉がある方は股関節がうまく使えていません。どうですか、ここ手で押さえてもらってもいいのでギュッと縮む感覚、詰まるような感覚ありますか。まずは感覚をつかむことが大切です。全然使ってる感覚ないよっていう人はこれ練習しましょう。すると足のライン、ヒップラインが綺麗に変わっていきます。ふう、目いっぱい深く吐いて吸って、はい、いいです。今度は足を一歩前に出します。こういう形、まあ、まんじ型にするような感覚ですね。余裕があったら足後ろに引いてもいいです。はい、このままぐっと前へ、お尻が伸びていきます。はい、ここですね、お尻をしっかりと伸ばして、このお尻と太ももの境目をくっきりさせていきましょう。綺麗なヒップを作るにはしっかりとこのヒップラインのストレッチが大切です。深く長い呼吸、ゆっくり吸って、目いっぱい吐き切る、止まってでもいいし、ぎゅっと倒してキープしてもいい。どうですか、そろそろしんどくなってきました。もうちょっと頑張りましょう。自分のペースでいいですからね、無理しすぎない範囲でいきます。深い呼吸、頑張って。 OK、 反対側の足を前に、そして余裕があったら大きく後ろに引きましょう。このままじわっと前、はあ、深く長く吸って、ゆっくり吐き切る。どうですか、伸び感ありますか。でこの時胸と膝を近づけたり、もしくはかかとの位置を少し溝落ちの方に寄せたりしながら伸びが強まるところを探していきます。強く伸びるところを見つけて、深呼吸、深く吸って、吐いて、長く吸って、吐いて、もう一呼吸だけ、ふぅ、はい、いいです。さあ、それでは足を一歩前です。今度は付け根の前を伸ばします。もも前の張りが強い方はここをしっかりと伸ばしていきましょう。ふう、目いっぱい吸って、吐く、薄いお腹キープしましょう。もちろん動いてもいいですよ。どうしたら伸びが強まるか探していきましょう。余裕があるよって人はそのままぎゅーっと肘とかかとを近づけていったり、もしくは膝を浮かしたり、どうですか、伸び感強まってますか。ストレッチは自分で工夫しながらどうやったら伸びが強まるか探すことが一番大切です。同じポーズをとっても伸び方、人によって全然違いますからね。まずは自分の体に気づきを持っていきましょう。微妙にへその向きを変えたり、入れてよ。さあ、入れ替えます。今度逆足一歩前です。はい、でもちろん子供もね、ぐーっと前後ろでもいいですし、手ついても大丈夫、選んでいきます。目いっぱい息を吐いて、吸って、吐いて、吸って、腰が反りすぎないようにお腹締めて、そう、その調子繰り返していきます。ふう、深く長い呼吸、まだいきますよ。心地よく伸びるのを感じて、次の種目でウォーミングアップおしまいですからね。余裕があったらちょっぴり足を上下に、膝を浮かしたり骨盤を上下に動かしたり、いろいろ工夫しながら伸ばしていきます。よいしょ。さあ、最後ではこのままもも前を伸ばします。はい、結構きつい。足伸ばしても曲げてもどっちでもいいです。足裏つりやすい方は曲げといてください。このまま後ろ、体幹はまっすぐ、このまま引く。この時実はもも前がめちゃめちゃ伸ばされます。シンプルにしんどいです。はい、このももの前の筋肉が引っ張られて伸びます。筋肉が喜んでいますね。その感覚意識して、そう、いやー、きつかったら休憩してもいいです。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。あー、引いてる時にももの筋肉が伸びる。いやー、戻る時にリラックス。はい、もも前がストレッチ。あ、筋トレみたいですけど、これ実はストレッチになってます。ふう、足が細く締まっていきます。はい、 OK、 ではここからボールを挟んで足合わせいきましょう。はい、それでは最後ですね、ボールを挟んだ状態、内ももの付け根にギュッと挟んでください。そして足はわずかに外側に向けておきます。
人差し指とお皿の向きを斜めに向けたら、このままボールをギューッと潰します。はい、潰した状態で膝を押しましょう。そして膝は手を押し返す。はい、ガニ股カエル足にしながらボールを潰すイメージ。そうすると内ももの付け根に近いところ、力が入ってないですか？こうなれば太ももの張り出しがギューッと細くなります。ももも細く締まってくれます。この状態でゆっくり呼吸をしましょう。深く吸って、目いっぱい吐いて、せーの、吸って吐いて、吸って吐いて、はい、10回だけカエル足で曲げ伸ばし、内ももの力が抜けないように。いいですよ、あと4つ、1、と、2、1、3、ラスト、はい、キープ。はい、これでですね、できてきた方はボールを外してもこの状態、感覚的に内もも力が入り続けます。それができると足のラインが細く、ヒップのラインもキュッと持ち上がっていきます。このように体の知識、解剖学を学べば確実に今よりも美しく健康に変わっていきます。本気で体を変えたいと思う方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 YouFit 1週間無料体験をしてみてください。確実に体が変わっていきます。この動画もいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。